ラーで彼女を医務室へ。そうだ、ミキ。移動します。早く来てください。デッキ12、シックベイ。あとはこちらでお願いします。ミキは大丈夫なんですか？今治療中です。静かに。ミキは？バイタルも安定したし、もう大丈夫。数日で元に戻ります。ありがとうございます。アンヌよりブリッジ、ミキさんの容体安定しました。まずはよかった。皆さんをブリッジにご招待差し上げろ。了解、エマーソン。ここでは艦長でいいんだが、その呼ばれ方も悪くない。私としたことが失礼しました。待ってるよ。案内します。ブリッジ。さて、何から聞こう。できる範囲でお答えします。まずここはどこ？詳しい説明は難しいのですが、自分たちはここを船と呼んでいます。船？ベスティール大陸の外にはこんなに進んだ文明があるのね。アダマール大陸かどこか？いえ、それも違います。あなた方の知らないところから来ました。うん。世界は知らないことで満ちているか。あの人の言った通り、フィールドワークって大切なんだ。これは移動しているの？そうです。サンテロールよりずっと進んだ文明か。ちょっとショックだけど、研究所の中で体験できたのが私だけっていうのは光栄ね。ようこそ諸君、我が家チャールズ・ディ・ゴールへ。まさかこれは地図？さすが、頭もスタイルもいいレディーは勘までいいんだな。ここが先ほどまで我々がいた一帯だ。これがトレクール地方、オチビちゃんがいたと予想されているあたりだ。私がいたところ？砂漠地帯で雪のエイヒット山脈が視認できるとすると、この辺りの可能性が高そうです。電磁波検査に引っかかる地点はないようだが。透明偽装かもしれません。だろうな。だとすると直接行って確かめるしかないか。ミキは？自分たちの医療技術を信頼して任せてください。わかりました。ドラクロア、転送の準備を。了解です。アンヌ、転送室まで先導を。了解。さあ、行こうか。デッキに、トランスポーター。なかなかいい判断ができるようになったじゃないか。
条約違反がいい判断ですか？条約より大切なこともある。私にはまだよくわかりません。ただあの時にはそうするしかないと。いいんだ、それで。それが人の命を預かるということだ。案内します。一緒に来た部屋、皆さんこの台の上に乗ってください。転送開始。了解。これがさっき地図で確認した場所なの？トレクールで間違いないとは思うが。位置情報一致、間違いありません。地図の場所です。問題は本当にここがリリアに関係あるのかどうか。関係あると願ってるよ。あとはしらみつぶしに探るしかないんだ。無駄足だったらきついぞ。で、何を探せば？うまく説明できないんですが、とにかく違和感を感じたら教えてください。まあ、なんとかやってみるか。私も探す。何もない空間に触れられたりとかですね。透明な壁みたいなものと考えればいい。そうです。よくわからないけど、なんとか探してみる。この年でも成長するもんだな。まだ強くなれる。
これでも食らえ。これなら満点でいい。本当かい？うん、絶対じゃないけど。そうか、ならここでリリアのパパとママのこともわかるかもな。うん、頑張って探す。もしかして…アンヌさん！ここで間違いなさそうです。よし、フィデル、すごい。透明偽装です。すぐに解読します。これが入り口で、どうやら本体は地下に埋められているようだな。解錠します。リリア、いいか、追いかけるぞ。